れは。派手に暴れておるようじゃな。この混乱に乗じるわよ。あ、窓の外、海だよ。ここは水の聖主雨の地を祀った聖殿じゃ。地の聖主ウマシアの聖殿が地底にあったのと同じ理由で、古代の人間たちは水中に聖殿を作ったんじゃろうな。でも海の底に作るのは難しいよね。ああ、掘ればいいだけの地底聖殿とは異なり、海水との戦いに勝たねばならん。どうやったんだ？剣で海を両断したってわけじゃないだろ。まず岩から切り出した巨石を浅瀬に積み上げる。壁で囲いを作り、海水をかき出したら囲いを広げる。それを繰り返し、ある程度の広さを確保した上で海底を掘削して行ったんだ。気が遠くなるような作業だな。人間たちは困難を乗り越えて聖殿を築くことが聖主への信仰心を示すことになると考えたんだ。補足させていただくと、最近の研究ではもともとこの聖殿は海岸にあったと言われています。俺の説明が間違っているというのか？いえ、私が読んだ学術書にはそのように書いてあったものですから。海岸にあった遺跡がどうやって海に潜ったんだ？四聖主が眠りについた際の地殻変動で、この聖殿は海中に沈んでしまったそうです。ですが、石の重さと海の砂のおかげで建物は密閉されていることが判明しました。そこで人々はここにつながる海底洞窟を掘って、現在のような形になったということです。そういえば僕も読んだことがある。最新版古代遺跡建築理論だよね。はい、アイゼンは読んだことありますか？いや、俺が読んだのは初版だ。石を積んで囲いを広げていく場合、内側に残った石を取り除く作業が必要ですよね。それが非効率すぎるのではないかと指摘があり、そこから研究が進められたんです。最新版は定説がいくつも覆されていて、とても興味深いので、ぜひ読んでみてください。おう。なんか、アイゼンの説明、全否定してないか？あ、いえ、そういうつもりでは。考古学というのは、疑問と検証の繰り返しで、日々学説が変化するものだ。気にするな。どっちだっていいわ。先を急ぐわよ。探索せ。ここには聖主はいないのよね、アイゼン。気がかりならばコインで占ってみればよかろう。表が出たら聖主はおらぬ、裏が出たら眠っておる。裏しか出ないだろ。前にも言ったかもしれんが、聖殿というのは聖主信仰のために人間が作った祈りの場に過ぎ、自然の力に恐れを抱いた人間が四聖主という神を祀り上げたのが聖主教の始まりと言われている。ここに眠っているいないの前に、存在そのものが伝説なんだ。でもあの溝に確かにカノヌシは存在しました。だが俺が知る限り、聖主が姿を現したなどという話は一度も聞いたことがない。カノヌシが特別な存在だと考えるべきだろうな。そうよね。まあそうだよな。あんなのが他に4つも出てきて敵に回ろうもんなら完全にお手上げだよな。そうよね。いざ参る。カーヤー、カーヤー、大活躍だったじゃろ。
楽な戦いばかりじゃ修行にならんの。警備は蹴散らしてくれたけど、こいつは…こやつ、胸に雨の地様の紋章をつけておる。あれは巫女少女ぞ。じゃあ、このゴーマは…さっき聞いた親子の母親の方、マヒナか。そんな…ボケっとしないで容赦しない。消えない傷を刻んだバケロ。リートルペイン、スラグラッチ、ここやスリア、スリアスイッカ、ルージ君、そこやスリア。向かうスイッカ、
村の人たちから慕われた人が傲慢になってしまうなんて。エレノア、もう元には戻れない。こうするのがせめてもの断りであると。あ、これって、ゴーマは放っておけばいい。探しているうちにゴーマ病になっちゃったんだよね。ああ、宿屋の娘がそう言ってたな。ゴーマになっても娘さんのこと探してるんだよね。六郎や黒金、ダイルはゴーマになっても人間だった時にやりたかったこと覚えてるでしょ。お母さんだったらやっぱり娘さんのことずっと探してるんじゃないかなって。そうかもしれんが、そうじゃないかもしれん。そうだったらいいな。人間だった頃はきっとそうだったでしょう。でもゴーマにはそのような母性などありません。あの暴れぶりを見たでしょ。もうあれは元のマヒナさんではありません。ゴーマになり果て、心も愛情も失ってしまった。悲しいことですが、それが現実なのです。ベルベットや六郎には心があるけど、一体のゴーマを放置すれば100人の命が奪われます。ましてや清涼の施設で暴れ大魔死を襲うゴーマです。100人どころか村や町を滅ぼしかねないのです。私の村もそうでした。あっ、だから私は。ま、そうだよな。エレノアの言う通り、元には戻せないんだ。切って成仏させてやるのも情けってもんかもな。準備はできてるぞ。そこへ戻りや。ひなまで言うな。わしのおかげじゃろ。開かない。仕掛け扉か。イラついて壊すでないぞ。どんな罠が作動するかわからんからの。わかってるわよ。この扉のひし形の石、前にもどこかで見たよ。それと同じ石なら杯の台座についてたぞ。あのでっかい杯のかえ。さすが目ざといな。興味があるのは杯の中身の方だがな。あの杯が鍵ってことか。そう単純でもなさそうだがな。色がついている石とそうでないのがある。何か意味がありそうだ。そのようね。カノヌシって本当に聖主なのか。いきなりな疑問じゃの。グリモ姉さんが解読してくれた数え歌の通りなら、カノヌシは八つ首のドラゴンなんだろう。クーマを使って汚れを食うなんて、まがまがしくて聖なる存在とは程遠い感じがするんだよな。確かに聖主は精霊の一つなのに、他の精霊やノルミンとは印象が違いますよね。ましてや八つ首のドラゴンだなんて。
そうか。クーマが集まっちゃったらどうなるんだろう。そりゃもう大変だろうな。俺の想像じゃクーマが合体して巨大な化け物になる。でもって大蛇みたいに長い八つ首のドラゴンが口から炎を吐いて襲ってくるんだ。それ少しわかります。だろう。問題は首が八つとなれば俺たち6人じゃ手が回らないってことだ。分身の術でも使うしかないの。できるのか。できぬ。なんだよ。あ、どうしたのライフセット。八つの頭は別々の意志や思考を持ってるのかな。もしそうなら戦いの時にぶつかり合ったり好き勝手に動いたりして隙が生まれるはず。僕たちが心を一つにして戦えばきっと勝てるよ。ええ、手と手を取り合って戦えばきっと勝てます。そうですよね皆さん。お、わしらが一つになれると思うか坊よ。それは。旅にしてやるぜ。どこや。話にならないわね。手応えがなさすぎる。楽な戦いばかりじゃ修行にならんの。
力を感じるのはこの奥だよ。さて、クーマが出るかクマが出るか。やっぱりいたわね。またあの結界。当たりだな。こいつもクーマってわけだ。ベルベットの予想通り、七つの首は個体ごとに姿が違うようだな。感じてた場所はここだよ。どうやら棒の方も大当たりのようじゃな。ワーグジュリンの時と同じ感覚。僕が感じてたのは地脈点だったんだ。さて、こいつをどうする。クワガタみたいに小さくなれば連れていけるが。生き死になんてどうでもいいわ。こいつを倒してカノヌシの首を潰す、それだけよ。容赦しない。消えない傷、刻んだ果てろ。リートルペイン。鎧の型をつけるぞ。重ねかけろ。それ決まった。封刃君、超人狼。そこはクリア。烈光陣、ここだ。危ない。危険冷却、とどめ。ブレイクブースト。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。フェイストレスメイヘン。そこよ。出せよ。リーチ、どうしよう。誰も。この距離なら外しやせん。ゼロの方、ハグ。ソウジ、誰も。ソウジ、捕らえられない。オーガチュー、つむじ撃。キープライン。ソウジ客、カゲスマル、セラーズサーバー。怖い。ここだ。怖い。何じゃ、呪い、呪い。捕らえられない。捕らえ
このクーマは小さくならないようだな。さっきのゴマ。今度こそ終わりにしましょう。星稜がモアナを強くした。クーマにしたということかな。つくづく生贄が好きな連中じゃて。そんな、じゃあ、あの人は娘を助けようとして。お母さん、お母さん、モアナ寂しいよ。救えなかった我が子の腹を満たすために死にゆく自分を差し出したのか。あ、私のせいで。どうする、連れて行くか。この様子じゃ足手まといになるわ。クーマに手を出すことは許さない。星稜は何をしているの？お願い、教えて！エレノア、君は知らなくていい。
よくない！私が母親を倒したせいでこの子は！例のゴーマを食らったのか。だが君が気に病むことはない。全ては世界の痛みを止めるために必要な犠牲なんだ。ゴーマじゃない！あの人は母親だった！この子のたった一人のお母さんだった！だとしても強き翼を持つ者は、女の涙には気をつけなさい。お母さん、モアナ、やるなら今だ。どいて、ライフセット。待って、あなたには優しさがないんですか？そんな議論をするつもりはない。目的はカノヌシを弱めることでしょう。つながりさえ立てば殺せなくても。ベルベット！はあ、情にほだされたか。女の涙は実に危険じゃな。グリモワールの言葉が気になったのよ。殺すのは後でもできる。連れてくならさっさと引き上げよう。敵の拠点に長居は無用だ。僕はライフセット。モアナ、一緒にここから出よう。お母さんは一緒じゃないと寂しいよ。寂しくないですよ。離れていてもお母さんはずっとあなたを見守っていますから。どうしてわかるの？私のお母さんもそうですから。行こう、モアナ。うん。まずい、汚れが強まっている。はあ、早くも影響が出始めたようじゃな。
グリモ姉さん、どうしたんじゃ？解読で何か分かったのかい？違うわ。汚れが強すぎて宿屋で本読んでる場合じゃなくなったのよ。汚れ？何？あの体から出てるのは？汚れじゃ。こりゃ限界じゃのう。ゴーマ病！宿屋の人まで突然どうして？ゴーマ化だ。汚れが溢れた。汚れ？村人の体から出てたあれがゴーマ病の原因だとでも言うの？ゴーマ病とは、ゴーマとは一体何なのです？まだ遠くには行っていないはずだ。絶対に探し出せ。後で話す。ゴーマが大麻指導も足止めしてくれるだろう。その間に船に戻るぞ。